ヒントチャンスです。これにするよ。チョキでヒント答えやん。今日から朝の体操に山田もっとちゃんが参加します。何どんどん増えていく形式なんこれって。今日から朝の体操にまさやが参加します。まさやくん、てかいっぺんに告知してくれたんでいいですけど。うわーにぎやか。てかまさやくん参加するのにお隣の二人は参加しないの？ずーっと参加してこんねやねん。いつも騒がしいなお隣さんって思いようかな。でまあこの家も一人参加してないけどね、キャップが元気だなよくひまちゃん落とさんな。ではいただきます。いただきます。だってこの朝ごはんの時にはさキャップおるのに、いただきます。体操の時には何をしてるの？寝てるの？そういえばしんのすけたちっていつ帰るの？明日の朝の予定だよ。もう帰っちゃうんだ。あっという間だったな。女の子を泣かせるなんて我ながら罪な5歳児だぜ。うるうるしながら泣いてないから。あ、てかそっか、もうあれ6日目なんか。しんちゃんのこの性格って誰の影響なのかしら。え、なんでみんな俺のこと見てんの？ミサエの顔、ララコちゃんも。え、なんで？ヒロシのはね、あの女の人に紳士的というかそういう感じなんやろ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんのすけ、今日は土曜で仕事が休みだから昼間も一緒にいられるぞ。どこへ行く？そうですなぁ、オラが父ちゃんを危ないしてあげるぞ。一文字違うだけで危険な感じに。危ないじゃなくて案内。でも確かに恐竜がいて危ないから、あまりいろんな場所には行かない方がいいかも。いやー、しかしね、大人がいないところですでにめちゃくちゃいろんなところに行ってるんよね。確かにそうね。じゃあ一箇所だけ、しんのすけが一番気に入ってるところに連れてってくれるってのはどうだ？はいはい、オラのお気に入り。他の人には内緒ですぞ。何？どこに行くの？選ぶんじゃないんやね。はい、これがオラの一番のお気に入り。よしこお姉さん。場所というか人。はあ、どうも。こちらこそどうも。そういう反応になるよね。おい、しんのすけ。お気に入りってのはこういう意味じゃなくて。不満？不満とかじゃない。不満はないけどさ。面白い。しんちゃんの性格って誰の影響なのかしら。あ、ここでも言われる。はあ、恐縮です。なるほどなるほど。ここに来るまでアッソの歴史を全然知らなかったぞ。お役に立てて光栄です。ヒロシは昔の新聞記事を読んで、しんちゃんが貢献した記事も読んで、この地方に伝わる女王ヒヒコの物語を知りました。なんか酔ったやつ、ヒヒコ。古代日本には恐竜を蘇らせた謎の部族と、なんかヒヒコ坂みたいなとこあったよね、あの飛んで連れてってもらえるところに。その番号を英知によって治めた九州国の女王ヒヒコがいた。これは現実でいうところの卑弥呼ってことか。彼らは深い謎に包まれた存在だった。まず謎の部族はどのようにして恐竜を蘇らせたのか。タイムマシン、それとも他の方法。何、男のロマンなんかな。なんかすごい真剣に考えるけど。ヒヒコたちが作り上げた砦には人の力では到底動かすことが不可能な巨石が使われていて。あ、確かに昔の遺跡みたいなやつってね、どうやって作りよったんやろう。それらは確かに謎な感じやね。どのような手段で運ばれてきたのか。今みたいに巨大なものが運べる機械とかあったわけじゃないやろうし、未だ解明されていない。大男みたいなのが。そして記事に出てくるヒヒコの遺跡がそのまま今のこの町になっていて、この町全体が遺跡な。つまりこの新聞社もヒヒコの遺跡の中に作られているんだ。しかも当時と同じ場所に現在も高い櫓が立っている。高いやつ。なんで？私も詳しい経緯は知らないんです。昔からこうなってました。砦って何？
小さなお城のことだよ。お前のことなんか知らないぞってこと？どういうこと？それはお城じゃなくて勝手にしろ。そういう。ほら、ヒヒコの砦に行ってみたいぞ。あそこは水門が下がっている時じゃないといけないんだ。あ、そこ？なるほどね。今の時期は上がっているはずだから、しばらく無理かな。ヒロシもちょっとがっかりした感じやったね。やっぱ楽しいんかな、そういうの。ワクワクする？新しい記事を。しんのすけ、良い記事はできたかい？ねえ、ちょっと。今日はどんな記事ができた？こんな感じです。見て見て！これは歴史に残る大スクープだ。あれからだいぶ増えたんよ。でももうすでにみんな知っとることやと思う。すごいぞ、しんのすけくん。やった、超褒められたよ。てか、あれ星3もあるん。あれってドラマのやつよね。あの、カンタムロボン乗っとるやつ。どういうこと？なんでそれ星3もあるん？恐竜と並ぶ？そんなことないやろ。待って、まさやくんのやつ星1個もついてないんやけど、なんか悲しすぎる。1個ぐらい星つけてあげてよ。しんのすけ北の記事による新規契約数は425人。お小遣い300円をもらった。お、すごい！ 1 回でもらう金額では一番多いんじゃない今までで。ありがとうございます。やったね。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。頑張ります。そこ。一面になるのそこ。お小遣い300円達成への道、確実に恐竜の方が上やろ。ほら。巨大生物事件に新展開、ちっちゃ。恐竜バトルって何？流行。そうよ、ちょっとあの、チョコビー、ちゃんとカードを出したいんだが。なるほど。恐竜と接点があった部族がいたという話があるなら、駅前の遺跡から恐竜の骨が出たことも、辻褄が合う。うん。めっちゃ大量に飲み物があったね。悪の博士のことを少しだけ調べてみたんだけど、あの人ってなかなかすごいわね。画像から自動的に絵を作り出すなんて、人工知能を使ってるのかしら。あ、カメラの？ほら、もう立ち直れないぞ。それは人工知能じゃなくて、再起不能。いやー、しかし難しい言葉を分かっているんだな。言葉が違ったとはいえ。これ見えんかったんやっけ？今、新聞社の状況はこんな感じ。どんな感じ？本日の新規契約者数はプラス425人。新聞が大躍進。イエーイ。売上がすっごい伸びてるよ。やったね。てかどこの人たち、ここそんなに人住んどるっけ？大活躍だね、しんちゃん。イエーイ。こんなに目標達成。現在の発行部数、目標数。やったやん。目標500やって今774までいったん。やったね。我が社が大きくなった。お、君のおかげだ。すごすぎやん。5歳児ができることやったらきっと今まで大人ができたって。ありがとう。いえいえ、おめでとう。しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて新聞社が大きくなったよ。ちょっと建物が立派になったりとかするんかな。そういうことではない。新しい新聞の名前はじゃーん。なになに？麻生子供新聞。販売数が増えたので今までボーナスを支給します。覚えてないんやけど。おめでとう。なんぼなんぼ。あ、カードや。やった。HP が50アップ。よし、これで。恐竜バトル行こう、恐竜バトル。ヒロシ置いてきたけどいいかな。置いてきたけどいいかな。じゃあ、私はちょっと旅立ってくるよ。どこやったっけ？なんだ、どこに行けばいいんでしたっけ？あれやん。ジローさんちの裏や。ジローさん家の裏ということは、こっちから行った方が早いんかな。てか、いつ行ってもおるんかな。いつ行ってもおるというか、いつ行ってもみんな現れてくれるかな。よし。なんだ、君は常にここにいるのか、住んでるのか。なんかいつも怪しいよね。悪の博士って、かっこいいよなー。すごい崇拝しとるね。
そうかな、オラの方がかっこいいぞ。無視。なんかね、突っ込んでくれる人と突っ込んでくれん人が。はい、恐竜バトルします。 HP、 あれは頭ちゃんのやつやったよね。よし、行こう。じゃあマサヤくんと頭ちゃん、弱いコンビで、はい、頭ちゃん行きます。 HP が50アップ。 HP 少なめって言ったもんね。これで出発、いい感じになったんじゃない。圧走スタジアム、頑張れ。バトルスタート。どうやるんかよくわからんけど、あ、なるほど、自分で普通に選ぶんやね。あのランダムで出てくるんかと思った。なんかルーレット的な感じで、ブンブンヘッドスイング。あ、これで選んで、アイテムを選んで、でそこにジャンケンが関係してくるってことか。勝った方の技が繰り出されるってこと。いざ勝負、はい、行く。やったね、イエーイ、ブンブンヘッドスイング、イエーイ。しんのすけが先制攻撃、ヒントチャンスです。これにするよ。チョキでいく。ヒント答えやん。どれにしますかね。答えやん、マジで。いざ勝負。え、それなんか、え、普通にストレートに。なるほど、騙し打ちとかでもなく。負けちゃうよ。イエーイ。お、もうあとちょっとよ。ーこれはダメージを受けた方がゲージが溜まりよるってことなんよね。なるほど。鼻液台風も見たかったけど、ストーンピング。いざ勝負。お、アイコやアイコ。アイコルーレット。アイコルーレット。あ、もうトン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 じゃなくて、もうピタッと止まるんやね。なるほど。アイコの時にはルーレットで勝ちが決まるんや。ちょっと。イエーイ、一回も攻撃受けんかったわ。頭ちゃんにとどめの一撃、見事バトルに勝利した。やったよ。パーフェクトノックアウト。イエーイ。なんかもらえる？大会じゃないけどもらえんのかな。普段の遊びやし。お見事、しんのすけの勝利です。イエーイ。正義は必ず勝つ。うわっ。しんのすけが正義側やったってこと。しんちゃん、はい。勝てたのにやめちゃうなんてすごいね。そういえばしんちゃん、明日カスカベに帰っちゃうんだね。勝ってたのにやめちゃうなんて、連勝戦となんか意味がないとかそういうことですか。寂しくなるなぁ。じゃあこれにて解散。アッソ防衛隊ファイヤー。おー、ファイヤーほい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てか明日で帰っちゃうって、もうあれやん、恐竜カードバトル大会、大会関係なくない？あ、でも前に言った博士の永遠にこの街に閉じ込めてやるみたいなタイムリープが起きるってことか。明日起きるんかな。